フランチェスコ・フランチャ・バザー・リチョ、画家、芸術家、彫刻家列でにより、キリストの洗礼ドレスデン、アルテマイスター・カ画館肝フランチェスコ・フランチャことフランチェスコ・ライボリーには、イタリア、ボローニャ出身の画家、金細工師メダル衣装家、さらに死の貨幣鋳造所の所長でもあった。フランチャは、マルコ・ゾッポの下で修行した。最初に画家として、 名前が出てくるのは1486年のことである。最も初期の作品として知られているのはフェリッチーニの聖母で、そこには1494年の日付がある。ロレンツォ・コスタと協力して仕事をし、コスタやエルコレでロベルティの作風の影響を受けた。1506年には、すでにマントバの宮廷画家になっていて、その時には、 ペルジーヌやラファエロの影響がより強かった。弟子の中にはマルカントニオ・ライモンディなどがいたが、ジョルジョ・バザーリによると、ライモンディはフランチャのニエロゾーガンの制作で初めてエングレービングを教わったが、すぐに師匠の腕を追い抜いたということだ。また、ラファエロの聖セ,セシリアはフランチャに激しく劣等感を起こさせ、そのせいでフランチャはうつ病にかかって死んだのだと言われている。 息子のヤコポ・フランチャとジュリオ・フランチャも画家である。ありがとうございます。